次は先輩のこの汚い耳を優しくしっかりケアしてあげます。どうせいつも適当にほったらかしにしてるんでしょ。今日は優しく甘やかしてあげます。まずはこのあったかいタオルで先輩のお耳拭いてあげますよ。した。お湯で湿ったお耳に急に息吹きかけられるとゾクってしちゃいますよね。ほーら、次反対の耳。ここも。よし。今、お耳ふーってされると思いましたか？体ビクンって固まって、バカみたい。本当に単純な人ですね、先輩は。封されたかったですか？しょうがないですね。はぁ、うっとりしすぎ。お耳拭かれるのそんなに好きなんだ。へえ。ほーら、そんなことよりお耳のケア続けますよ。次はお耳のマッサージ。先輩のお耳直接触るのは嫌なので、もむ手袋をつけて、と。いきますよー。ゴム手袋の感触、少しゴワゴワしてて摩擦の感じが強くて、これはこれで新鮮で気持ちいいでしょ。本気で先輩のお耳を直接触るのが気持ち悪いからゴム手袋つけたと思ってたんですか？別に、あなたの直接触るくらい平気です。むしろ、なんでもない。
なんですね。そう、ほんとあなたって弱点だらけ。ん？別にいいじゃないですか。ほら、ここ触ったら。またびくんでして。ほんとお耳雑魚ですね。雑魚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 。お耳弱すぎ。雑魚。ほら、ささやかれてもっと気持ちよくなってる。ほんと弱いお耳ですね。お耳の縁でピアノを弾くみたいに、トトン、トトン、トトン、トン。は、また甘いお顔して。ほんと可愛いんだから。可愛い、可愛い、可愛い。うん、そろそろいい加減にしろよ、お前。最後は仕上げ、お耳の乾燥を防ぐ化粧水を塗っていきます。普段なら普通のボトルに入ったタイプを使うのですが、今日は特別スプレー缶に入ったミスト状の化粧水。これ使ったことはあります？お耳にミストの化粧水かけられるの、すっごく気持ちいいんですよ。あら、目を閉じて。いきますよ。シュ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 。勢い強くて少しびっくりしちゃいましたかね。サラサラの化粧水お耳にかけられるの気持ちいいでしょ。今日は ASMR なので、たっぷり化粧水かけてあげますから、あなたはただ私に甘えたらいいんです。わかりましたね。うん、シュッシュッシュ、うん、シュ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 。こっちも。先輩は他に私にしてほしいこととかありますか？遠慮とかいらないね。ん？
今日は、私、あなたにおねだりされたら、何でもしてあげる日、ですよ。だって、練習に付き合ってもらってるんだから。お願い、されたら、何でもしますよ。それが、ウィンウィンの関係、でしょ？ほら、好きなこと、何でも言って。最後にまた先輩の好きなやつしてあげます。ほらお耳もっとこっち寄せて。体くっつけていいから。全然本心とかじゃないけど、かわいい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 です、先輩。かわいい、私のものになればいいのに。かわいい、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 かわいい。本心とかじゃないけど。もう、シュ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 はい、このぐらいで終わっておきましょうか。またトロンとした顔しちゃって。後輩の女子の前でそんなはしたない顔よくできますね。え、全然笑ったりとかしてないけど、耳はいいくせに目は悪いんですね。先輩が可愛い顔見せたからって喜んだりしないから、私、当たり前なこと言わせないでください。